石川昂弥1イニング2失策、気合を入れろコール響く。石川調子悪いんかな。まあ昂弥のエラーは計算済みや。もう今年はいくらミスしてくれてもええわ、練習だと思ってやってくれ。守備良くても周平みたいとは思わんやろ。やっぱ周平の優秀は全力で阻止せなあかんな。まあ田口のセーブ機会破壊したから。謎石川を堅くなにサードで使い続ける理由。石川叩くやつは中日ファンじゃないて。取れないしスローイングもひどいな。元投手だったよね。こんなもんか。動きも悪いし、送球も安定しない。下半身の状態が良くないんだろうな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。